福岡市東区の海の中道サンシャインプールです。夏休み期間に入り、今日から平日の営業が始まりました。さあ気持ちいいです。中学生もう開園前から来てて、4時くらいまでギリギリまでいたいなって思って、ギリギリまで。九州北部地方は今日、夏の太平洋高気圧に覆われて概ね晴れとなっています。向こう1週間は曇りとなる日もあるものの、晴れの日が多い見込みで、福岡管区気象台は梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より3日遅く、去年より3日早い梅雨明けです。さっき梅雨明けしたって夏だ。暑くてジメジメよりはね、さらっと暑い方がいいね。嬉しいですね。嬉しいですか。洗濯物が干せます。今日の最高気温、福岡市は 35.1 度、太宰府市では県内で最も高い 37.4 度を記録するなど、各地で35度以上の猛暑日となりました。梅雨明けしてこれからが夏本番。今月いっぱいは最高気温が35度を下回る日はない予想になっています。そこでますます警戒しなければならないのが熱中症です。熱中症対策、こまめな水分補給はさせて、帽子は必ずかぶせてですかね。水分こまめに、はい、取るだけですね。 1.5 リットルぐらい飲むと思います、取らないと、ね、熱中症対策の基本の一つ、水分補給。しかし飲み物の種類や量に気をつけないと、体に不調をきたす恐れがあるということです。それがペットボトル症候群です。最悪の場合、意識障害を起こす危険性もあるというペットボトル症候群。どのようなことに気をつけなければならないのか、専門医に話を聞きました。ペットボトル症候群というのはどんな方がなりやすいんでしょうか。ご家族の方に糖尿病のある方、糖尿病の素因とかを持っていた人たちに起こりやすい症状ではあるんですけれども、ソフトドリンクを、たくさん飲みすぎた場合とか、血糖が上がることによっておしっこがじゃんじゃん出て脱水になりますので、喉が渇いてまたペットボトルを飲む。でそうすることによってさらなる高血糖になる。血糖値が上がりやすくなるということは、当然糖尿病が発症しやすくなると。ペットボトル症候群が引き金になって、そしてひどい脱水状態になって、本当にひどい時には、もう意識が飛んでしまうようなこともあります。ペットボトル症候群の主な症状は、倦怠感、吐き気、イライラ、体重減少などです。糖尿病が急激に増悪する時の原因の一つで、重症化すれば意識障害を起こすこともあるということです。大体 3.3 グラムの角砂糖って考えますと、コーラとかあるいはサイダーとかそういったのにはですね、16個から18個分ぐらいの角砂糖、スポーツドリンク7から10個分ぐらいの角砂糖が入っていると言われておりますので、夏の間もう水分をしっかりとるということはもう一番大事なことだと思うんですけれども、ジュースとかかき氷とかアイスクリームとかもそればっかりでとる、そういった水分をとるような習慣はなるべくつけないようにしておく。一番いいのはカフェインがほとんど入っていない麦茶だと思います。